第52回、有馬記念とは、2007年12月23日に、中山競馬場で施行された、競馬競争である。この回から、同競争は、国際競争となり、外国馬が6頭まで、出走可能となった。11月7日から12月3日まで、ファン投票が行われ、11月22日に、第1回中間発表、11月29日に、 第2回中間発表、12月6日に最終発表が行われた。最終の有効件数は15万4448件、有効投票総数は148万2941票だった。11月26日、出走予定場の一頭大和メジャーがこのレースを最後に競争場を引退することがオーナーより表明された。 ファン投票20位以内の馬のうち5位のアドマイアムーンはすでに競争馬登録を抹消されていたため8位の浅草キングスと10位のビクトリーは放牧に出されたために回避したまた12位のアイポッパーは馬インフルエンザ感染に伴い調整が遅れたために回避した地方からはコスモバルクが出走を表明していた12月9日に発表された 最終登録時点では、出走可能等数16等に対し21等の特別登録があり、ファン投票上以場で最終登録を行った15位の調査までの10等はファン投票選出馬となった。同年から国際競争となっていたが、外国馬の登録はなかった。地方馬枠ではコスモバルクが出走可能となっていた。残りの出走枠について、 収得賞金上位5等の不幸チパンドラ、祭りだゴフホ、シルクネクサス、アドマイアジュピタ、サンェッペリンまでが出走可能となっていたが、アドマイアジュピタが日経新春杯に向かうため回避を表明し、ハイアーゲームが繰り上がりで出走可能となった。以下、プリンセスルシータ、アルーリングボイス、アドマイアフジ、レゴラスの4頭がファン投票選出馬および地方馬および、 習得賞金上位場の回避待ちとなった。その後、プリンセスルシータは、阪神カップ、アドマイア富士は、中山金杯出走を表明して、当レースを回避したため、除外対象場は、最終的に、アルーリングボイスと、レゴラスの2頭となった。12月16日、大和メジャーの引退式を、レース後に行うことが、JRA より発表された。 12月20日に出馬投票が行われ、出走馬と枠順が確定し、収得賞金上位後島内のシルクネクサスが、中山金牌への出走を理由に回避した。それにより、除外対象馬が繰り上がりで出走することになり、アルーリングボイスが、同日の終わりステークスに出走を決定したため、レゴラスが出走に至った。馬券は12月21日から発売され、全々非、 最終オッズ時点では名称サムソンが3.0倍で1番人気、ロック・ドゥ・カンが4.4倍で2番人気、ポップロックが6.0倍で3番人気、ダイワ・スカーレットが6.1倍で4番人気、ウオッカが8.3倍で5番人気とゴトウが10倍以内で続いた。なお、フサイチ・パンドラは12月22日に左肝発行のため出走を取り消した。 同馬はこのレースを最後に引退する予定だったが、レースに出走することなく、引退が決定した。同日確定した前日最終オッズ時点では、前々日、最終オッズに続き、名称サムソンが2.4倍で1番人気、ポップロックが5.9倍で2番人気、ウオッカが7.3倍で3番人気、ロックル幹部が7.5倍で4番人気、 ダイワスカーレット8.1倍で5番人気で続き、5頭が10倍を、キロッズとなった。負担重量は4歳以上ボバ57キログラム、4歳以上ヒンバおよび3歳、ボバ55キログラム、3歳ヒンバおよび、南半球山3歳、ボバ53キログラム。第52回、有馬記念、1周目第4コーナー出口の要素花を、奪ったのは、ダイワスカーレット。 その後を祭りだゴフホ、サンツェッペリン、チョウさん、ロックドゥカンブ、ダイワメジャー、ポップロックなどが続き、ウオッカや、比較的前からレースをすると思われていた、名将サムソンも後ろ目を通らされることとなった。レースは、スタンド正面前に入るコーナーで、チョウさんが、ダイワスカーレットに代わって、花に立ち、レースは1000メートル通過が60秒台と、スローペースとなる。そのままレースは進み、 第3コーナー直前で、ウオッカが、さらに名称サムソンが仕掛けるも、外を回らされて、前と差を詰めきれないまま失速。ダイワ・スカーレットが失速した挑戦に代わって先頭に立ち、そのまま押し切ろうとするも、副兵、祭りだごはほが、内側の経済コースを通ってスルスルと進出。先頭に立つとそのまま押し切り、ゴールイン。日着に最後まで粘っていたダイワ・スカーレット、 三着に、これまた前でレースを進めた大和メジャー。四着にロック・ドゥ・カンブ、五着にポップロックとなり、ほぼ道中のポジション通りの結果となった。後方から追い込んできたのは、ドリームパスポートだけであり、後ろで控えた有力場は、一番人気の名称サムソンが8着、ウォッカが11着と惨敗した。2007年の秋小バ参冠レースは、 すべて内側のロスの少ない経済コースを比較的前目でレースをした馬が勝つ結果となった。勝った祭りだゴ夫ホは9番人気と人気がなく3連単で80万円を超える中波乱の結果となった。データありがとうございます。